それでは目隠し外させていただきます。明るっ、にぎょっ、くじがいつも最近お世話になっています、オーシャン東京でしたっけ、スマイループです、スマイループあれはそうですからね。今日からですね、リボンさんが本格的に我々と仕事をしていくと、本気出すということで、まあ、みんなでモブと言われてイメチェンしたいと僕に相談が来まして、おうおう、じゃあ俺に任せとけと、静かにしとけと、私やお前の意見は一切聞かないで、美容師の人にももうそれ伝えておくから、はいはい、とりあえず黙って完成形を見ようと。なんで僕ちょっとこう今日もう、こう来た瞬間にリボンの人を目隠しして、もう完成するまでこれ開けます。いや開けた瞬間に全然違うカメラになっている。おー、なんか髪いじられてると、そういうことです。今見てる皆さんによりリボンさんが愛されるようにということでやっていきたいと思います。いや想像つかないで。あれ僕は結構ね、斬新な髪型よく やってたし、うんうん、とかによく一人やらせるんだけど、うん、基本的にあのうまいこといきます。これなんでかっていうと、人間って結局はビビって踏み出さないわけですよ、うんうん、踏み出してみたら意外と大丈夫な、まあ、冒険したいの分かんないよね、そういうところは。パリコレとか行く人ってもう突き抜けてるわけじゃないですか、うん、おしゃれの頂点って突き抜けてる人なわけですよ、うん、聞いた、もうパリコレもう視野に入れてっから、そうすごいよ今。今日はパリコレに近づくようにリボンさんをやってもらいます、うん、ついでに俺らもちゃっかりやります。はい、野村翔健さん、あ、どうも野村じゃないんです、どうも野村さん、どうも、スマイループの土屋翔健です。容姿に、はい、はい、なんと実はですね、マジっすか、今日からこれやらかして、はい、戻ってもらいます。やばいっす、そうしますそうしました。夏希となんか同い年で同級生みたいな、小学校が同じサッカーチーム、まあ僕からするとまあおっさんなんですけど、なりません、ちょっと一体画あ、画像が画像見せます、これでいきましょう。マジっすか、マジっすか、いいっすか、おもろかわいいみたいな、結構やばい、もう想像が今やばい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらですよ。ちなみに、じゃあまっすぐまっすぐ見てもらう。危ない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 、今ちなみにどんな感じ。あ、やばいな、すごいすごい、店長に見せて、店長に髪型見せて、こんな感じですね。ボンリさん、あとは任せてください。はいはい、物分かりいいな。え、たつきと正義、あれいない、あ、誰ですか。あ、スタッフです。あー、スタッフさん、何色にするか知ってます。自分僕が一応見せてもらいました。え、マジですか。あ、すげえ、なんかすげえ巻かれてる。正義さん、兄貴、染めるってこんな感じなのか。心配になってきました。いや、めっちゃ怖いです。でも何色になるかもわかんないし、髪型さえもわかんないから。兄貴、うせえ兄貴俺っち不安っす、兄貴怖いな怖いな怖い。お、え、始まるも始まるんですか、これ。お兄さん、始まる。いけ、お兄さん、お兄さん、夢ならばどれほどよかったでしょう、何あなたのことを夢に見る。え、目隠しで髪切られるとか実際バカ怖い。バカ怖いよ。ということで、目隠しだとカラーに支障が出るということで、いずれで代用していきます。うっせー、やっべーやっべー、うわ、うっそー、いって、いや、これみんなマブだから、いて、これ本当にマブだからね。最高の笑顔見せてくれ、しますけ、明るくたくましく導けよとは言う、どうせしのすけ。俺、どうなってる。なんか、もうやべえことになってる。C3PO でやってるよ。いや、いや、C3PO だよ。もう見えねえんだよな。反省が楽しみなんだけど、多分2時間ぐらい、これなの、これなの、これなの、ダッシュ。2時間はですね、100までなんか 見ないでさ、うん、一気に髪型完成するの結構レアだよ。レアだよ。マブだね。マブな、マブだよ、これ。なんだよ、今の声。え、ここにどうしましたか、お兄さん。木漏れ日が見え始めたっす。じゃあ、木漏れ日カットで。木漏れ日カットでお願いします。木漏れ日カットです。兄貴、木漏れ日カットオプションで5000円追加ですけど、大丈夫ですか。5000円、あー、あ、
ジずっと喋ってんだ。喋ってないでやってるんです。いや、申し訳ないとだけ先に言ってきます。何してるんすか。ペタ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 上手っすね。これで近寄るんだ。え、待って、あっついしてるよ絶対。全然似合ってるよ。もう新しいのリボンっていう。もうダメだよ。もう自分に答え出してるわ。はい、というかさつきさんが今初めて初見の時間です。いいですか。いいですよ。はい、終わった。はい、終わった。今年一よ、これ。もう信じてきたから、俺も。じゃあ、俺も信じてきたからバカだった、俺も。超おもろいよね。いや、これね、面白い気になるでしょ。いい部分。だって、リボン別にさ、俳優目指してるわけないでしょ。違うけど、ちょっと、まともに外歩ける髪型がいいよ。実際、リボンさんが本気出しますっていう、勢いをつける機会としては、もうベストな感じ。いや、でも白とかかな、ワンちゃん。一周回って逆に黒。あんだけブリーチして黒。あんだけそれは手かけすぎ。それでは目隠し外させていただきます。新しい自分に出会いましょう。ペタペタペタ C3PO だよ、はい、明るっ。目を開けてください。映ってないよ。完成。ありがとうございます。いやもう素晴らしい。いやこれいくぞ、パリコレ。せっかちゃんやん。正解です。正解。モデル今回できたなんでした。実際これちょっと見下ろしてみ。実際ってかっこいいね。ほらほら、まあ、ちょっとやだな。まあ、ショーティーのかっこよくしてもらって、かっこよくしてもらって、かっこよくしてもらって。するだぞお前。リモさん、リモさん、はい、帽子かぶってみ。帽子かぶったらもう絶対かっこいいから。はい、かっこいい。ほら、いけいけじゃん。ハイブリッドで動画の時だけこれちょろって撮れば、あー、なるほど、もう面白い、笑い取れます。完璧です。あれだ、プライベート見上げる時は、はい、かっこいい、かっこいい。これでほら、で悪くないでしょ、これまんざらでもないね。いい髪型だね。リボンさんが着いたということで、ひなさん初対面です。笑ったら負けです。リボンとかも何しても思うから。想像つかん。え、もう急に来る感じ。想像つかん。え、もう急に来る感じ。時はまあそれでいくじゃないですか、うん、でプライベート帽子かぶってかっこいいです、うん、ついたあだ名ハイブリッドです。あ、そうだよ。ハイブリッド、ハイブリッド、ハイブリッド。やっぱりちゃんぐらいもう髪型も実は馴染んでるわけ。そうだね、どしこに。いや、もう一日経ったら見慣れるよ。え、こっちわかんない。俺もうないもん。俺も慣れても笑わなかった。もうないな。まじまじ見れば結構やばいだね。いや、これカメラ回ってるからいいけど、プライベートでこんなに座って携帯にしたらやばい。やばいやばい。感謝です、この日限り。なんか中途半端じゃなくて一気に皮むけるみたいな。あ、いや、いいね、振り切った。うん、すごい、まあ、そんぐらいいかないんだよ。この髪型が似合ってると思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー。